皆さんこんばんは、くつひまです。現在32連勝中ですね。32連勝中、33戦目からやっていきます。よろしくお願いします。バトルフロンティア実況シリーズも早くもパート99ということで、長らくの間皆様ご視聴、ご声援、コメント、たまに批判、たまに変な DM、 本当にありがとうございます。そういったいろいろな反応をいただけると、やはり投稿する側としてはモチベーションが上がりますね。はい、引き続きよろしくお願いしますね。さあ、チルタリス冷凍パンチ、技の選択ミスを注意していきたい。ちょっと最近続いているので、技の選択ミスっていうか、そのなんだろう、ボタンの押し間違い、ネイティオ、これ10万ボルトで一撃圏内。33戦目いいですね。タイプ相性が有利だったおかげでスムースに勝てそう。マジラフレシアか。まあ、念には念をですよね。念には念を。リザードン、花びらの舞、いいね。もう念には念を重ねることが大事。私がこのバトルタワーで学んだことはですね、なんだろう、勝つことよりも負けないことに重きを置くこと、それが大事だと思いますね。大文字、対人戦だったらある程度なんか賭けに出なくちゃいけないシーンって多いと思うんですけども、対人戦だとね。バトルフロンティアではっていうか、バトルタワーでは負けない立ち回りが大事。ギャンブル厳禁、マジ。特に連勝数が伸びてきたら。34戦目よろしくお願いします。自己ベスト61戦目まで、自己ベスト61連勝まで道のりは長い。エーフィかっけえっすよね。あ、メスだ、珍しい。ブイズっていうか、イーブイってオスが生まれやすいんですよね。メタグロスに変えていく。サイコキネスを軽くかわしていく。かわしてはいないか。軽く受け流していく。コメントパンチ。シャドーボールが食らっていく。当時のシャドーボールは物理技です。コメントパンチ。これは一撃では、一撃でいけるかな?よし。ラプラス。まあちょっとコメットパンチでいくか。ここで慌てて大爆発はちょっともったいない気がした。お、攻撃が上がってゆく。波乗りがまあまあ入るな。ここで、カムラの実が発動して素早さが1段階上がって実質値201になります。130族プラス1、これ地震で落とせますよね。攻撃一段階上昇、マジうまい。メガニウム、まあ爆発いいでしょう。なんか今上から綿ぼこりが降ってきたんですけど、なんで、なんか俺の手元に綿ぼこりが降ってきたんだが、35戦目ですね。もう、銀リラはぶったたいているので、出てきません。てか、銀リラ一回しか戦えないの、ちょっとなんか、あれですよね、もったいないっていうか、何回もやらしてほしいっすよね。次70戦目まで行かないと会えないってさ、ハードル高すぎるだろ、マジ。馬車もどうしようかな。
技構成、炎技で来んのかな、オーバーヒートとか打ってくんのかな。レザードに変える、レザードに変えるか。オーバーヒート効果は今一つですが、これ白いハーブ持ってると持ってないので、立ち回りが大きく変わりが持っていない。相手の特攻が2段階下がったままで身代わり、あ、これ起点にできますね。相手は特攻が2段階下がっているので、次のオーバーヒートではリザードンの身代わりを壊すことすらできません。まあ、大文字でちょっとネチネチ削っていきましょう。ネチネチ、バシャーも焼いていく。イエローゾーンに入る。オーバーヒートは当たるが壊せないはず。はい、壊れません。相手の特攻がさらに2段階下がりました。大文字当てていく。おっと、ちょっと残ってしまいましたが、起死回生。おっと、まさかの素で耐えられて起死回生ときたか。これ次身代わり打っても無駄だな。しかも素早さが上がったところやばいんじゃないのか。こいつマジか。これさ、相手の起死回生で威力200ぐらいあるだろ、これ。タイプ 1? 効果今一つでも俺リザードン倒されるんじゃないの。メタグロスに変えるのはおかしいか。ゲンガーに変えて起死回生一発受け流しても相手の方が早いから次。相手の、あ、でも相手特攻2段階下がってんのか。ってことは恐るるに足りぬ。ゲンガーに変えていく。ここで起死回生を、はい、かわす、効かない。で、相手の方が多分早いんですけども、猛火発動してるんですけども、相手特攻が4段階下がっているので、あ、こらえる意味ない。相手特攻4段階下がってるんで、猛火発動だろうが痛くないだろう。これ変に意地張ってリザードンで戦わなくてよかったわ。マジ。さあ、オーバーヒート、急所は勘弁してくれよ、マジで。頼むぞ。おい！くわ！やばいぞこれマジで。メタグロスに変えて、相手のオーバーヒーターもほぼ効かないよね、さすがに。起死回生は耐えられる。防御高いから耐えられるかな。でもタイプ1200だろ。こらえるでこらえて、こらえるでこらえて、ワンチャン俺の方が早い説？あえてどっちで来るかな？オーバーヒート、起死回生。起死回生はさすがに耐えられない。じゃあす、まずこらえるでこらえて、起死回生来いよ。はい、来た。あ、これ耐えるんだ。やばい、これ抜かせなかったらやばいぞ、マジで。あー、しくった。一撃でやられると思ったから。頼む。先生取りゃいいんだ。自信！よし、よし、俺の方が早い。危ねえ！今バシャーモンみたいな鳴き声が出た俺。相手まだあと2体いんのかよ、やば。コメントパンチ当ててくれよ、頼むぞ本当に。コメントパンチ、よし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 、オッケー。今素早さ201ですかね、メタゴロスね。はい、オッケー。ちょっとマジやばいぞこの試合。相手残り1体。ヘラクロス来た。ああ、大爆発。
オッケー、オッケー。いやメタグロスよくやった。あぶね。あの馬車もやばいなマジ。はい、というわけでパート99ももうなんとか勝利で飾ることができました。いやマジやばかった、マジやばかったな。次回パート100か。35連勝。ご視聴ありがとうございました。